ライマン公会堂は、アメリカ合衆国テネシー州ナッシュビルの5番通り北116番地に位置する2362席のライブ会場である。グランドオール・オープリーの最も有名な会場として知られている。ライマンホスピタリティプロパティ社が所有、創業している。1892年、ユニオンゴスペル、タバナクルとしてオープンした。 蒸気船の船長でいくつかの酒場を持つナッシュビルの実業家であったトーマス・ライマンによって建てられた。ライマンはこの公海道を影響力のある新興復興論者サミュエル・ポーター・ジョーンズのための礼拝堂として建設した。ヒュー・キャスカート・トンプソンが設計したライマンの死後 礼拝堂は彼に敬意を表しライマイ公会堂と名前を変えられた。1911年から1914年、公会堂はトレベッカ・ナザレン大学の本拠地としても使用された。1943年から1974年までグランドオー,ルオープリーの公開性放送のために使われ、その後オープリーはナッシュビル郊外のオープリーランドにさらに大きな会場となる グランドオールオープリーハウスを設立して移転した。オープリーでの歴史を受け継ぐため、ライマンの舞台を丸くくり抜いて、オープリーハウスの舞台の中心にはめ込んだ。1974年に、オープリーはライマンから離れたが、その後もファンは、この有名な舞台を見に、写真撮影に、記念品の購入に訪れた。オープリーがライマンを離れると、約20年間放置され荒廃していった。 ナショナルライフアクシデントが、ライマンのレンガを使用して、オープリーランドに教会を建てるべく解体を試みたが、当時影響力のあったミュージシャンなど一般からの反対に遭い、計画は頓挫し、用途も決まらないまま3度所有者が変わっていった。1983年、最終的にゲイロードエンターテイメントカンパニーに売却された。その後しばらく公演は行われなかったが、 内部をツアー見学することが可能になった。またその間も映画のロケ地として使用され、1979年、ジョン・カー・ベンターの映画、エルビス、1980年、ロレッタリンの半生を描きシシースペーセックがアカデミー主演女優賞を受賞した歌えロレッタへのために、1982年、クリント・イーストウッドのセンチメンタル・アドベンチャー、 1985年、パッチィ・クラインの半生を描いた、スイート・ドリームスなど様々な映画の舞台となった。1980年の、歌え、ロレッタへのためにでは、パッチィ・クラインが自動車事故で入院しているため、アーネスト・タブが、ロレッタリンに代役としての出演を頼む場面などが、ここで撮影された。1991年に、エミル・ハリスがコンサートを行い、アルバム、 AT ・ザ・ライマンに収録された。コンサート及びアルバムは高評価を受け、ライマイ公開堂を復興させる良い機会となった。1993年9月上旬、ゲイロードエンタテイメントがライマンを全面改装し、1994年6月4日、2006年の映画、今宵フィッツ・ジェラルド劇場での元となったラジオ番組、A プレイリーホームコンパニオンの収録をもって世界に、 通用するコンサートホールとして再開した。公演会場としてだけでなく、ライマン及びカントリーミュージックの歴史を展示する博物館としても機能している。座席は当初のまま礼拝堂の新座席を思い起こさせ、ニックネームはカントリーミュージックの本教会と呼ばれている。1974年3月15日にオープリーがライマンを離れて、 以降初めて1998年10月18日日曜日にオーブリーがライマンに戻りチャリティ番組を行った。ファン、演奏者、音楽関係者からの公表を受け、1999年1月15日と16日、オーブリーハウス設立25周年の収録がライマンで行われた。1999年11月上旬から3ヶ月間、 オープリーミルズの建設の影響で、オープリーがライマン公会堂で収録されることになった。それ以来毎年冬季の3ヶ月間、観光シーズンを外れていることもあり、オープリーハウスより小さな、そしてオープリーのルーツであるライマン公会堂で収録されるようになった。その間のライマンで収録される、オープリーはオープリーアットザライマンと名付けられている。1971年、 アメリカが衆国国家歴史登録罪に2001年アメリカが衆国国定歴史建造物に認定された。2012年1月61年間使用された部隊の改装が行われることが発表された。1951年に設置されたライマンにとって2枚目の部隊であったが関係者が予期していた期間より長持ちしたカメラ映し耐久性のあるミディアムブラウンの ブラジリアンチークが使用されることになった。古いブロンドオークの舞台版は前方を直径36インチの円にくり抜き、前回同様、オープリーハウスの舞台にはめ込んだ。舞台版の下では、もともとのヒッコリーの支持量が保たれ、コンクリート基礎で補強され、横桁塗料が舞台上の積載能力を3倍にする。オルタナティブロック、ブルーグラス、ブルース、カントリーミュージック、 クラシック音楽、フォークソング、ゴスペル、ジャズ、ポップミュージック、ロックンロールのコンサートのほか、ミュージカル公演、スタンダップコメディでも使用される。ありがとうございます。